まずは最初にこの脳震盪の方ができます。まあ、一般的によく起こることなんですけども、基本的には意識を失うということが多いんですけども、基本的には通常はこう脳損傷ですね、出血とか脳挫傷とか、そういうのは頭の CT 取っても認めませんということです。まあ、打った後にこう、まあ、意識消失した後とか、頭痛とか吐き気、めまいですね、それとかイライラする、不眠とか集中力がないとか、まあ、多いので、基本、まあ、頭を打って脳血管受診してそういう症状が出ても様子見ましょうというのが基本的な治療になってきます。ですが、まあ、特別なこういうのは治療法はなくて、まあ、自覚症状があるうちは安静が必要ですよと。で、まあ、時々、まあ、痛みに対しとかめまいとかに対してお薬を使うことがありますと。ただ症状は改善するんですけど、実はよくよく調べてみると、まあ、視覚刺激に対する反応時間が遅いと、あるいはちょっと鈍っていると。なのでこういうふうな頭を打って何か症状が出とる時っていうのに、さらにまた運動しますとかいうことは非常に気をつけなければいけないということになります。で、1回目の打撃が終わった後、まあ、この 1,2 週間ぐらいの間にもう一度2回目が加わってしまうと、激しい症状が出てくるということになります。そういうふうにぶつけることが多い可能性があるという時は無理はしないと、まあ、1、2週間はそういうふうなことは避けてくださいというのが大事です。で、何度も何度もやっぱり打撃が加わってくると、慢性外傷性脳症して脳震盪を複数回繰り返すわけですね。すると治らない脳機能障害が後遺するということがあります。で、脳震盪が繰り返すことが多いコンタクトスポーツ、そういうふうなスポーツをやっとるときっていうのは、まあ、かなりこういうのは問題になってきます。ちょっとまあ症状があるけども普通とあまり変わらんから大丈夫だというふうな形で安易に競技の再開というのはその後の人生に関わってきます。で、ちゃんとこういうふうに脳震盪をやった場合っていうのは、まあ段階的に復帰しなきゃいけないというのはまあ決められてるんですね。基本的には完全にまあ休みなさいというのが一番です。で、次に高次脳機能障害ですね。これ実際にあった方ですけども、通学途中で乗用車と接触して受傷したんですね。で、骨盤頭蓋骨骨折とか脳挫傷とか、まあ、かわいそうな翌日に香川大学合格したんですね。本当にこれからっていう時に事故に遭ってしまって人生がちょっと変わってしまった子です、この子は。で、一応は、まあ、保存的加療、見た手術はなしで、まあ、リハビリでなんとか家まで帰りましたと。で、1年後に、まあ、ちょっとその1年はちょっと家で自宅で休んどって大学に復学したとして、大学生活においては、まあ、なんかちょっと変やなと、記憶力がちょっと落ちたなという感じで自覚したと。主治医の診断書に、まあ、経年発作でまた後で出てきますけども、普通にまあ生活できるわけだから神経学的および高次脳機能障害など見られませんと診断書に書かれてしまっとったんですね。実際に生活しとって他の親から見ても卒業はできるけど就職できんという状況ですね。一見普通そうに見えるから大丈夫そうに見えるんですけども、で、地元県の弁護士さんから、まあ、ちょっと高次脳機能障害ないですかって言って、まあ、紹介があって来た方です。で、本人の訴えとして、まあ、人の名前は教室の位置が思い出しにくい、で、主体性がないとか、けどもお金の管理や一人暮らしに必要なことは何とかできとるというので、まあ、この人別に大丈夫でしょう、普通でしょうという形でもうずっと思われとったわけですね。で、まあ、そのね、けどやっぱりこれっていうのは普通の人じゃないです。やっぱりちょっと何かがおかしいと。うん、それで、まあ、僕のところに来られて、ちょっといろいろ検査をしていったんですけども、左の前頭葉、そして右の方にも前頭葉とかに、まあ、この障害がやっぱりあるわけなんです。だけども、麻痺に関するところではないわけなんですね。感覚障害もない。なので大丈夫と。いうふうな形で、まあ、周りから思われておったんですね。で、簡単な知能検査ですけど、まあ、29ってほぼ満点。そしてもう一丁ここ IQ を調べたんですね。これを見るとこの子は100よりも高いんですね。だから IQ 高いんです。知能は結構あるはずですね。だからはっきり言った正常以上こうで、これがあるがためにまあ普通だろうと思われておったんですけども、注意機能障害があるということを診断してあげて、それでその後の生活を手助けできるようなそういうふうなことをやっていったんですね。で、こういうふうに何かおかしいっていうのが高次脳機能障害、見えない障害とか、まあ、隠れている障害になります。で、高次脳機能障害にもいろいろ種類があるんですけども、で、まあ、ここら辺の検査をするためには MRI とかスペクトとか先ほどの、まあ、記憶力とかの検査をいろいろやっていくと。じゃあそれ検査して高次脳機能障害がなったって、基本的に治療は何ですかって言ったらないんです。
だけど、まあ、リハビリをしたりとか生活の支援をしたりするとか、そして、まあ、受傷後ちょっと時間が経った時に、まあ、こういうふうな手帳を作成してあげると、それとか働けなくなることが多いです、その人を若くして。そうなってくると障害者年金を申請してあげて、なんとかこの人の生活を助けてあげましょうと、なんとか手助けできる。ただまあ一応そういうふうな外来があるのは一応香川大学と香川リハビリテーション病院、県内では基本的にこの2つでその診断をして、そして手助けをすると。でこの2つの病院にはまあそういうふうな手助けをするコーディネーターさんとかもおったりしますので。で次が脳脊髄液漏出症。脳脊髄液が漏出するっていう原因としては、まあ、突発性とかもあったりとか、脊髄の手術したりとか、こういうのでも原因が、まあ、あったりとかします。で液が漏れてきた時にどういう症状が出るかって言ったら、これがまた多彩な症状なんです。頭痛がやっぱり、まあ、メインではあります。頭痛、起きた時に頭痛がするとしたら、けど目の奥が痛いとか視力が低下する、で動悸、息苦しい、お腹痛い、で大体みんなこういう症状があるからといって頭痛がしたら脳外科行きますと、目が痛いしたら眼科とか、で動悸、息苦しい、内科とか精神科とか、まあ、もう全然科が違ってきます。するとどの科行ったってもうみんな違うと言われるんですよ。これちょっと資料じゃないですけど、後で作ってきたんですけども、水がちょっと漏れると、脊髄どっかから漏れてきますとなってくると、脳が浮いとったのがちょっと下に落ち込んでくるみたいな感じになります。そして神経もこう下に落ちて込んでくるから何か影響があるんだろうと。でその漏れとるところに自分の血液を入れてあげて、そしてそれを糊代わりで穴を塞いであげようと、それがブラッドパッチという治療になってきます。で実際の症例をちょっといきます。でこの方は突発性ですね、25歳の男性で、まあ、頭痛、普通にデスクワークで仕事しとる人なんですけども、まあ、頭痛が出てきたと。でだん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 強くなるんですよ。で、まあ、両側慢性硬膜下血腫、頭の中に血が溜まってくる病気、お年寄りとかでは多い病気ですけど、まあ、基本的にこの病気は年寄りの方に多いんですけど、若い人、25歳絶対起こり得ない病気なんですね。だけど起こってきたと。で他にも特には症状はないということで、まあ漏出症があるんじゃないかという形で、まあ、紹介があったんですけども、これで見た時にここのところにものすごいなんか白いのがありますよね。ここから本来は脳脊髄液の周りだけいっとるのが、皮下の方まで水が漏れとるというふうな所見があったわけです。そして他の写真でもここの部分、脳の外側にちょっとなんか灰色っぽいものがありますけど、外側に、脳の外側にちょっと血が溜まった所見、硬膜下血腫、25歳じゃ普通起こんないっていうですね、まあ、治療をいろいろやっていったわけですね。で最終的にはもうこの人はブラッドパッチまで行ったと。これがまあ治療後の MRI なんですけども、この部分ですね、治療したことによってこのこれだけ水が漏れとったのが、これだけまあ水の漏れがなくなったと。他にも血腫が少なくなる、そして下に落ち込んどったのがちょっと黒いところ、まあ、脳脊髄浮かび上がっても分かりますかね、漏れがなくなったということですね、というふうな状態で、この人は結果的にはまあ今は仕事復帰して働いておられます。で、まあ、ラストで外傷性転換ですね。転換っていうのは、まあ、ちっちゃい子に多いと思われるかもしれません。だけどこの発病で緑のラインを見たほしいんですけども、壮年期は下がるんですけど、こう高齢になってくるとぐんと上がってきます。ただ皆さんも転換を起こす可能性があるんです。転換をなる原因としては、まあ、脳卒中ですね、脳梗塞、脳出血でも転換を起こすことがあるんです。そしてアルツハイマーでも転換を起こすとか、で外傷の場合は、まあ、1、2割ぐらいの確率で、まあ、起こします。で転換というのは100人から200人1人発症、全国に100万人いますよと、結構多いです、本当に普通です。だけどこういうものがあるということを認識して、お薬、基本的にはお薬になります。で 7,8 割はやっぱり脳発作が抑制することができるんですね。これ正しい認識と知識は非常に大事ですというふうにね、頭部外傷でもいろいろあります。本当に脳出血、脳挫傷、その骨頭蓋骨骨折だけじゃなくて、あとあとから出てくるこういう病気もありますということは、まあ、ちょっと今回普通外傷って皆さん一般的に起こりますので、ちょっと気をつけていただければなということになります。
本日のセミナーは頭部外傷後に起きてくる症状について説明しました。まず脳震盪に関しては頭部打撲後にめまい、ふらつき、頭痛などがある場合は無理な運動はしないということが大事です。高次脳機能障害については麻痺など、しびれなどの症状がなくても記憶力、注意力、あるいは怒りっぽいってことが起こり得ます。これは社会で復帰してから気づかれることもありますので、その点も注意していただければと思います。脳脊髄液露出症に関しては頭痛、めまい、ふらつき、耳鳴り、多彩な症状を呈することがあります。ここについて大事なのは、やっぱり起きた時、座った時に症状が悪化しますけども、寝た時には症状が改善するということが、鑑別として大事なところになります。外傷性転換については、一般的な皆さんが思われているような全身痙攣だけではなくて、ちょっと意識を失うとかいう場合の症状があることもあります。これについては脳外科などを受診していただいて、そして薬での治療をしっかりしていただければ、対処できることも可能ですので、これらのことを注意していただければと思います。以上です。